本日の釣り子 TV はこちら、ヤマタヌキの 3.5 でかい方のヤマタヌキですね、これならではの釣れ方がしたので、まずはこちらをご覧ください。入れたらそこも来た。うほほー。いたね。いたね、いたね。よいしょ。よいしょ。はーい。落ちパクデで下顎かかっちゃってるけど、でかい方のヤマタヌキね。デカタヌキに来ました。雨がね、降り出したから。それも聞いたのかも。でかいサイズのタヌキさん大活躍、イエーイ、ありがとうありがとうありがとう。はい、というわけでね、あのマゴチとかはね結構これで釣ったりしてたんですけども、ブラックバスね初めて釣れたんで、で、この 3.5 結構ね重量感があるんですけども、これを生かしてですね、大円筒ね、バヒョーンとね、スピニングとかだと届かないようなね、ところに、まあ、ライトリグだとまあ届かないようなところに、放り込んで、そんでね、この時期っぽくフリーフォールさせたところ、コン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 ね、何回か当たってかけてみるとね、まあ、サイズは小さかったんですけども、バスが釣れて、こういうね、やっぱ円筒が必要だなーなんていうタイミングにね、本当、このね、重量感っていうのが生きてくるんだなね、いよいよこういうのがね本格的に効くシーズンではあると思うので、引き続きね、タイミングがあったらヤマタヌキフィッシュね狙って投げ込んでみたいと思います。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ゲイリー山本のですねヤマタヌキ 3.5 インチ、これをね大円筒で使ったら、バスが釣れるよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。